一心切磋琢磨の胸の奥まで届くようなメロディー奏でる。手の気配はないか。この辺りで少し休みましょう、雪村先輩。そんなに息を切らせながらじゃ、まるで説得力がないですよ。それに、俺の体力も限界です。少し休まないと動けそうにない。大丈夫ですよ。あの人たちがそう簡単に死ぬはずありません。野村も普段は騒がしいですが、やるときはやってくれる男ですから、きっと大阪城で合流できるはずです。大阪城へたどり着きさえすれば、近藤局長と沖田さんもいらっしゃいます。それに何より大阪城といえば、豊臣の代より続く難攻不落の城。あの場所を拠点にすれば、必ずや再起が図れるはずです。
誰と合流するって？大阪城への道に網を張ってみれば案の定だ。会いたかったぜ新選組。まさか。ふん、俺がどこに突っ込んだ。くら替え野郎に文句を言われる筋合いはねえ。前にも言っただろう、徳のある方に突くのが正しい道ってな。あんたって人はどこまで。兄貴を殺すように指示した近藤と土方、艦長の真似事で情報を流してやがった斎藤、油こうして俺たちを罠にはめた長倉に腹だ。本当はそのあたりの首が欲しかったんだがな。まあ仕方ねえ。お前らの首でも薩長軍への手土産程度にはなってくれるだろう。以前も言ったはずだ三木三郎、その恨みは筋違いだと。局長たちは伊藤さんが憎くて切ったわけじゃない。伊藤さんの方が先に暗殺を計画。だから何だってんだ。結果として死んだのは俺の兄貴だろうが。おい、こいつらを捕らえろ。殺すなよ。殺すのは俺がやる。くそ、雪村先輩、あなただけでもなんとか。おっと、動くんじゃねえぞ。蜂の巣になるのがオチだ。話せ。聞いてるぜ。新選組は伏見の奉行所を守ってたんだってな。あれだけ京で威張り散らしたお前らが薩長軍に太刀打ちもできず、こうして気の身気のまま逃げてくるとは無様なもんだ。Thank you.
おい、なんだこいつ、薬か。答えろ。話す気になるまで小僧を刻んでやってもいいんだぜ。先輩、こんな奴に答えてやる必要なんて。つまりは自決用の毒ってわけか。新選組は俺がいた頃から妙な題目を掲げてたな。武士道に背くなだな、死ぬなら戦って死ねだな、くだらねえ時代錯誤なことばかりを。黙れ！あんたに武士道の何がわかっ口の聞き方に気をつけろよ、小僧。おい、その小僧を話してやれ。は？ですが。いいから話せっつってんだろ。何のつもりだ。いいこと思いついたぜ。お前、こいつを飲め。なんだと。戦場で刀で戦って死ぬんじゃなく、自分で毒飲んで惨めにのた打ち回って死ね。武士だのなんだの騒いでるてめえらにゃ似合いの死に様だろ。黙ってろ。ほら、さっさと飲めよ。それとも斬首されて死骸を晒されるのが好みか？え？信じてください、雪村先輩。
知りやがったか。見たかお前ら、このみっともねえ死に様を。さてと、お前はどうする？好きな死に方を選ばせてやるよ。この俺に首をはねられるか、小銃隊の的になるか、それとも今のと同じ毒でも煽って、この情けない小僧の後でも追うか。